でも…はい。ありがたいお話ですが、今日伺うことになるとは思っていませんでした。わかりました。葵くん、おい、え、まったく、今の話聞いてた？あ、うん、そうだね、今度ぜひ。まさきさんやるわね。このタイミングで優柔不断な葵くんに二つの選択を迫るなんて。ふう、ヒーロー、お茶でもどう？どうしようかしら。わかった、ケーキもつけるよ。さくらゆきさん。